ちは。こんにちは。来らないっていうんですかね、はい、ぜひちょっと演奏していただけますでしょうか。お願いします。綺麗な音が出ますよね。短縮版でいきます。はい。愛知は新城市の片桐と申します。片桐さん、はい、ホラー街はもうだいぶ長いんですか？初めて2年ちょっとなりました。はい、まあ、ホラー街の魅力と言いますか、最初に言われたのが鎮魂、魂を沈めるって癒すか、はい、そういうところはあるよっていうのを聞いて、もうぜひやってみたいなっていうところから、試しで吹いて音が出るだったらやってもいいよっていう感じで、だったら最初に試しが音出たんで、そこから無料体験会やってるところで、ここでやってますよってところにずっと行ってます。なるほど。今日は出来栄えはどうだったんですかね？音は雑味たっぷりの70点。それはその時によって違うっていうのは何かこう どういう関係があるのかちょっと多分ここの緊張で出ない、なんかその口先っていうんですね。そうそうそう、そういうところで抑え方みたいな。そうそうそう、ちょっと変わってしまうんで。あ、まだまだ、ね、これをもう少しクリアしたらどこでも音出ると思うんで。でもなんかイベントとかのね、始まりとか終わりとか、そうそうそう、そういう何かこう合図的な使われ方ってすると思うんですけども、はい、なんかそういうなんか実績とか。イベントはね、はいはい、本当に2年、初めて2年ですけど、はい、最初の年からこんなところでやってるから来たければどうぞみたいな感じでいろんなところに参加させてもらって。なるほど。やっぱり人前でも吹くことがたくさん増えて、こんな緊張して吹けなくなるのは初めてぐらいかもしれない。最近になっても初めてです。なるほど。まあ、ホラー街といえば時代劇とかね、あ、そうよくテレビに出てくるやつだと思うんですけど、す、ね、本当に安定して出るようになればいいんだけど、はいどうぞって言われて出せないのが。結構コツがいるわけですね。そうです。まだ修行が足らないんで。今後はどんな風になんか目標はあるんでしょうか？目標ですかね、もう本当にいろんな人がこの音で癒されたりとかされればいいのかなと思います。ぜひ夢に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。